平和記念公園に来ています。今映っているのが平和の礎、要は犠牲者の方々の名前が刻まれている石になります。遠くの方までずらっと並んでいるのがわかるでしょうか。沖縄県内で亡くなった方々は民間人も含めて大体20万人と言われているので、この方々が一人一人書かれているような形になりますね。ちょうどここが沖縄本島の要は南端ということになります。そしてこの平和の炎が今もこのちょうどね、今台風が来ていて強い風が吹いている中でも決して消えないように灯り続けています。慰霊碑が数多く並んでいる場所です。記念館があったりでモニュメントが立っていたりするんですけど、沖縄戦というのは地下で行われた凄惨な地獄的な話と地上戦での苦しみという2つの世界観が大きな軸になっているので、それが随所に反映されています。この石碑も沖縄戦で亡くなられた方々、特に沖縄の方だけではなくて全国から日本軍の支援としてやってきた方々の名前も刻まれていて、今なお遺骨が発見されることで名前が増え続けているんです。この後沖縄戦が終結した後、沖縄は27年間、1972年までアメリカの支配下に置かれることになります。平和記念公園の中を歩いて行ってます、いくつも点在しているこういうモニュメントというのは各県の本当にそれぞれ、ね、これは千葉県だっていう、僕には青森県とか岡山県とかあるんですけど、一軒一軒建ってるんですね。で、今向かっている先にあるのが摩文仁の丘です。沖縄戦最終地になった場所ですね。さっき炎がボーボー燃えてた場所、あそこは平和の碑というところで、平和の礎がこう並んでいる場所の、まあ、一つのこうモニュメント的なところでしたね。南端には位置するんですけど、で、僕にの丘はやっぱり丘なので少し高台にあるっていう感じになってます。ここら辺が摩文仁の丘の新地あたりですかね。ここら辺一帯が全体が摩文仁の丘と言われているそうなんですけど、そのちょうど中央ぐらいに今たどり着きました。で、この先に、まあ、この先にというか海沿いに立っているのが沖縄戦戦没者の公園ということで、ちょっとこの先まで
風で傾いてるみたいですね。友人によるとなんか塩害とかもの影響もあってちょっと傷んでる部分とかあるみたいですね。ちょっとこう剥げてる部分もありますね。ちょうどこの横に戦没者公園があるかです。ちょっとこれはね老朽化してるから立ち入り禁止になってますけど、ちょっと奥の方まで行ってみます。あまりね、ちょっとこう撮っていい場所かどうか分かりませんが、